よ。え、これ FD って乗ったことあるんですか？多少はありますよ。多少は、はい、結構ね、パワー出てるみたいな、うん、ノーマルなんかな。タービンも結構大きいサイズがついてるんですよ。川田君は86なんて乗ったことあるんですか？当たり前じゃないですか。当たり前ですか？何年ドリフトしてると思うんだ。さすが、さすがベテラン。まあでも、そんな乗り慣れてはないんで、はい、慎重に行きます。はい、今回はですね、なんとパチンコでイニシャル D が登場するということでスペシャル企画です。実際にですね、峠でドリフトさせてイニシャル D のアニメそのままを再現して走りたいと思います。ただ走るだけじゃなくてね、やはりあのキャラクターもきっちり再現したいなということで、見てください、もうまんまでしょ、ほら、わかる、はい、こっちも。これ街歩いてたら多分間違られますよ。笑われすぎだから、うん、まあそういう意気込みでやってます。皆さんこうご期待。引っ張り撮影とか後追い撮影ですね。
から左から FD。 下手側に FD がこういうふうになってくる。センターにいるカメラカーのこっちでグリップで FD、AE が抜いてって、FD は ドリフト状態でこう追っかけていってるんで。大丈夫だ、簡単やから。そんな広くない。カメラカーは基本、ほぼちょっと動いてるぐらいでいいと思います。簡単に言うんです。僕は、絶対に30です。カメラカーが合わせるよりもこっちに2人で合わせてもらう方じゃないと、だから若干前進、ゆっくりでとか、それぐらいだと思う、はい、さっきはこんなもんか、もうちょい後ろですね、見えてましたね。いや、これね、一緒に動いちゃうときつくなるから、やっぱもうちょい先で待ってて、ゆっくり動くぐらいで多分いいと思うんですよ。これ一緒の同じスピードで行っちゃうと、多分ね、川田くんがきつくなってくるんで。はい、よろしいでしょうか。もう行きまーす。順調じゃないですか。プロが走ってた。はい、でもあれですね、なんか懐かしくって楽しいです。だいぶ調子に乗れてきた感じですか。そうですね。藤原拓海がちょっとこう前よりだいな。できるな。皆さんどうでしたか。なかなかの迫力のある走りになってたかな。だね。だと思います。これはね、かなりいろいろ頑張って、走ったところと、うまく編集してもらったところとあると思うんですけど、まあこんだけかっこいい絵になったんで、最高です。まあでも今回はね、本当にいい経験させてもらいましたよ。ね、はい、結構苦労しましたけどね、うん、でもいいものになったんじゃないですかね。いや、本当に無事に終わって本当に良かったと思います。良い子の皆さんは真似しちゃダメですからね。